マグダレーネ・ォン・バイエルンは、ドイツのバイエルン公爵家の公女で、プファルツノイブルク公・ボルフガング・ビルヘルムの最初の妻。バイエルン公・ビルヘルム5世とその妻で、ロレーヌ公・フランソワ1世の娘であるレナータの、間の末娘。バイエルン選帝公、マクシミリアン1世の妹。1607年、30歳年上である、ハプスブルク家のマティアス大公との縁談が持ち上がった。 縁談の中介者で対抗の相談役だった、ウィーン司教、ベルフィオールクレスルは、この結婚を成立させることで、皇帝ルドルフ2世とマティアスの兄弟喧嘩において、バイエルンのマティアス支持を取り付けることを狙っていた。父ビルヘルム5世はこの縁談に乗り気だったが、家督を譲られていた長兄マクシメリアン1世は、内オーストリア対抗家のお家騒動に巻き込まれるのを嫌い、縁談を破談にした。 マティアスは1608年に正式に演談の事態を承諾したが、今度は皇帝ルドルフ二世とその重帝のレオポルト大公がマグダレーネとの結婚に興味を持ち始めた。レオポルト大公は1609年5月にミュンヘン宮廷を訪れ、マグダレーネに求婚を拒まれれば、属性を捨てて聖職者になるつもりだと宣言した。この縁談により、ルドルフ皇帝は、 弟マティアス大公の顔に泥を塗ろうと考えており、レオポルト大公はハプスブルク家の有力な家徳相続候補者になるのを期待していた。マグダレーネはレオポルトの滞在中に彼に惹かれるようになり、マティアスとの縁談は全く望んでいなかったと公言するほどだったが、父と兄はレオポルトとの結婚を承諾しなかった。1613年11月13日に、 ミュンヘンにおいて、プファルツノイブルク公をォルフガングビルヘルムと結婚した。ボォルフガングビルヘルムは、兄マクシミリアン一世の親友の一人で、バイエルン公爵家は、この結婚によって、同族のプファルツノイブルク公爵家が福音派から、カトリックに転校することを期待していたのであった。婚礼は、アイヒシテット司教ヨハンクリストフ・フォンベスターシテテンの主催により、 ミュンヘンの聖母教会で取り行われ、その後、17人もの王公が出席した大変豪華な結婚披露宴が催された。3日後の11月16日、マグダレーネワ自身と自身の子孫のバイエルン公爵家に対する相続請求権の一切を放棄する手続きを行った。花嫁持参金は5万グルデンだったが、アニマクシミリアン一世が用意した嫁入り支度金の3万。 グルデンを含めると、計8万グルデンという巨額に上った。マグダレーネは、自身の図印に二人のイエズス会修道士を加えることを夫に承諾させ、ノイブルクの公爵宮殿の上層部にカトリックの礼拝堂を作らせた。ノイブルク公爵家は当時、ブランデンブルク選定公家との間で、ユーリヒクレー・フェベルク連合公国をめぐる相続争いを起こしていた。 カトリックの公爵夫人に対するノイブルク宮廷の反発は少なくなく、マグダレーネはミサの最中に礼拝堂の扉に鍵をかけられて閉じ込められるなど嫌がらせも受けた。こうした問題への対応もあり、1614年5月15日、ボルフガングビルヘルムはデュッセルドルフのランベルトゥス教会において正式にカトリックに改修した。この転校事件は、 対抗宗教改革にとって重要な勝利であり、マグダレーネを駒とした兄マクシミリアン一世の政略は見事に成功した。公爵夫妻は完全な政略結婚だったにも、かかわらず幸福な家庭を築いた。マグダレーネは偉大な長兄マクシミリアン一世によく、似て巧妙で政略に長けた女性だった。1628年に41歳で亡くなり、 ノイブルクに新築された、イエズス教会内の公爵カレー病に葬られた。ヒューゴ・アルトマン、大イライクスパリットック・マキシミリアンズ、アイホンバイエルン、1613-1618、オルデンボーグ・ウィスンスチャルファツバーラグ、1978、S234。ありがとうございます。